プンツェル嬉しそうだね。だってジャックと遊びに来たんだもん。すっごく嬉しいよ。早く海に入ろう。海、イヤッホー。ちょっと待った。準備運動부터하고들어가야지。何？海に入る前にまずは準備運動をしなきゃ。그럼나머지캐릭터들전부준비운동타령하는거아니야？ダメ。ちゃんと準備運動してからじゃないと海で遊ばせないからね。うん、わかった。そういえばミコも言ってたし。ミコさんは？急に冷たい水に入ると血圧が上がって心臓や筋肉の負担になるからダメって。갑자기차가운물에들어가면혈압이올라가가지고심장이라든가근육에부담이가해져。하지만그렇게전문적인내용으로말해봤자라푼젤이알아들을수있을까？이제는요즘에공부해가지고아대충알아듣는거야？채워지지못했던무언가를。라푼젤勉強が楽しいって言ってたよね。うん、楽しいよ。でもでもでもジャックといる方がもっと楽しい。僕もラプンツェルといるのは楽しいよ。本当？本当だよ。え、갑자기여기서위피스な、何？今日のラプンツェル、いつもと違うよ。なんか화풍이좀달라진것같기도하고。水着、どう？용복어떠냐고？え？おお、そうだよね。水着だね。似合ってるよ。네、그니까뭔가좀。そんなこと聞くなんて、突然どうしたの？見られてないのよって。あ、シラエゲ。そしたらなんでかわかんないけどちょっとしょぼんってなっちゃった。シラが쓸데없는말을。ねえジャック、そうなの？ラプンツェルのこと女の子として見てないの？シラが、ラプンツェル너는제가제기여자로안보고있다는그런헛소리를해가지고쓸데없는말을。そうだな。女の子というより可愛い妹みたいな。シラが말한대로여자라기보다는귀여운여동생으로보고있는거임。大きくなったら綺麗な女の人になりそうだなと思うよ。大きくなったら？今はダメ？じゃあ、あと数年経ったら、あと何年かして。ラプンツェルが大きくなったとき、また同じ質問をしてくれたら、そのときはちゃんと答えるよ。ラプンツェルが大きくなったら。아까하멜레드도그렇고엔딩부분에서는또몇년지난뒤니까。いいよ、毎年かよ。やったー、ジャック大好き。어떤의미로좋아한다는걸까？